プレミアリーグは7日、第7節のチームオブザウィーク、週刊ベストイレブンを発表。ブライトンに所属する日本代表 FW 三マカオルが選出された。三マは現地時間6日に行われたプレミアリーグ第7節トッテナム戦にフル出場。2点ビハインドで迎えた48分に左サイドからのクロスでヤンクバミンテのゴールの起点となると、 58分には絶妙なラストパスでジョルジニオ・リュテールの同点弾をアシストした。チームはその後1点を追加し、3-2で逆転勝利。2得点に関与したミトマに対しては、地元メディア、サセックスワールドが10点満点中、9点という高評価をつけるなど、賞賛の声が相次いでいた。そんなミトマは、 プレミアリーグ歴代最多得点記録を持つ元イングランド代表 FW アラン・シアラー氏による週間ベストイレブンに選出。シアラー氏はミトマのパフォーマンスについて、スパーズ、トッテナム、は彼のスキルと仕事量に対処することができなかった。彼はブライトンが後半に成し遂げた見事な逆転劇に貢献した、と総括している。 なお、ベストイレブンにはサウサンプトン戦で1ゴール2アシストをマークしたイングランド代表 FW 部下ヨサカ、アーセナルやフルアム戦で2ゴールを決めたクロアチア代表 MF マテオ・コバチッチ、マンチェスターシティ、リバプールの完封勝利に貢献したオランダ代表 DF フィルジル・ファンダイクラが名を連ねている。